今年の花とお花かぐらのテーマはですね、花遊びと申します。華やかに遊びましょうということで、花を持って遊ぶ、なぜかと申しますと、浜町花かぐらはですね、料亭を母体とするチームでございます。料亭での宴を、宴の様子を今年のテーマに表現してみました。では皆さん、花遊びということで、皆さんにも楽しんでみていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。浜町花かぐら、行くぜよ浜町。ほっ、調子乗っちゃって。
浜町花神楽でございました。私すいません、自称晴れ女で、腕も中華ですよ。見てください、晴れてきましたね、晴れてきましたね。浜町が来たら虹が出ると言われるぐらい浜町は晴れ女ばっかりなんですよ。この後徳島のね、皆様にはお日様が照ってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、本日は今年のテーマの花遊び、まだまだ踊り納めとはいかないんですけど、もう一曲踊らせていただきたいと思います。そして皆様にはぜひ土佐の高知のよさこい鳴子踊りにもお越しいただけましたらと。こんにちは。高知のよさこい祭りにも負けずに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。観光特使浜口美佐子がどーっと待っておりますので、ぜひ皆様お越しくださいね。高知のよさこい祭りはですね、今年で開催64回となります。この64年前の第1回目のよさこい祭りに、商工会議所のメンバーたちと一緒になりまして、私の祖父浜口八郎が、徳島の阿波踊りに負けないような素晴らしいお祭りを土佐の高知にも作りたいということで、商工会議所のメンバーの皆さんと一緒に何度も何度も徳島に足を運んでですね、いろいろとお祭りの開催の仕方を勉強させていただいて、1回目のよさこい鳴子踊りが開催されたと聞いております。そしてですね、阿波踊りさんの素晴らしい手の動きにはかなわないということで、高知はスズメを追う鳴子を使って年に2回お米が取れますので、よさこい鳴子踊りと称しようじゃないかということで、鳴子を持って踊るというふうになっております。踊り子さん、みんなちょっと鳴子をガチャッと鳴らしてあげてください。はい、この音が鳴子の音でございます。8月9、10、11、12、4日間鳴子踊りが開催されるんですけど、町中がこの鳴子の音で素晴らしく盛り上がりますので、ぜひ皆様土佐の高知へ遊びにお越しくださいませ。お待ちしております。それでは、もう一回浜町花神楽の花遊び、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。浜町花神楽行くぜよ浜町。一両もの
浜町花神楽の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。